よっしゃ。ため撮り6個目いきまーす。さあ、6個もため撮りしたのは、マジ初めて。バンバン。ヘイ！そこにいるんだろ？聞け、バカ野郎。そして、やかましい住人のとこ行きましょう。Ruvik must be really...Breaking a STEM terminal? Never thought STEM ターミナル壊したのか。Wait, STEM? STEM ってなんだバカ野郎。Severing ties with the past. All he has left is his connection to the present. The full STEM. どうやら完璧な STEM は病院にあるようですね。Beacon Mental Hospital? Beacon Mental Hospital かと。That's where he'll be. Waiting for him. If somebody doesn't get there first.There'll be no way out for anyone. ちょっと何言ってるか分かんないっすね。あ、でも要するに病院だと。なんかこの人、余計な話聞いてんじゃねえよみたいな顔で今見てましたね。なんか怪しいんじゃないか、実は。ちょっと鍵使いに行こう。久しぶりにね。二つか三つぐらいあるんじゃないかな。ちょっとドアを早く開けてくださいよ。お、三つある。いいね。ショットガンフルでしょ。ああ、変なとこ開けちゃったよ。ちゃんと俺は上の段から開けるっていうのをちゃんとやってたのに。ああ、また隣まで。このね、アイテムを拾うボタンと鍵を開けるボタンが同じっていうのは若干の欠陥構造じゃないかと僕はね、言及していきたいと。ちょっと拾えない。拾わせてください。よし。よし。セーブはいいか。今したもんな。こっから戻れるんですよ。知ってましたか皆さん。そしてね、ここまた積みそうなとこ、ポイントなんですよ。積むまでは言わないかもしれないけど、相当苦戦するんじゃないかと。てか事実、相当苦戦したことがあると。なんだあいつは。てか、あんなんできたらもう諦めますよね。なんか、どうにか生き延びられそうな気したけど、やっぱ無理だったわって、あれ見たら思いますよね、普通。バレとんのかい。あの、下にいるピヨーンってしてる人が見たんだろうな。おい、下にいるぞ、おいつって。肉体がくっついてる的なキャラ気持ち悪いような感じで。ああ！ちょっとびっくりした、今。完全に忘れてたわ。おい、ずいぶん乱暴なやつだな。壁をぶち破れるとでも思ったのか？ちょ、拾わして。拾えないのか。もう、弾がね、所持弾数がもうカツカツだよ。じゃあ、準備。もう皆さん分かってるでしょ。これからどうなるか。そう、こうなるんですよ。これ死亡じゃないですよ。イベントですよ。あ、そうか。一回殺されてみようか、わざと。どんな殺され方するのかな？てか多分普通にね、タックル食らってぐしゃってなって死亡みたいな感じだと思うよ。こいつそんな特別な死亡シーンあんのかな？ほらね、こんな感じだからさ、こいつ。特別な死亡シーンがあるとは思えないな。まあ、あるとしたら偶然ね。偶然出たやつぐらいにしときましょうか。しかもなんか全然倒してくれませんけど。ほらね、面白くない。いや、意外と面白かった。よし、今回はちゃんと戦おう。なあ、バレた。マジか。
ええー、どんな豪快なんだよこいつ。バレた。お、見失ったね。いや、ダメだよ。バレてるよ、これ。ちょ、どうしようかな。これ、隠れポイントがなくなったらもう終わりなんですよ。隠れポイントなしではこいつに勝つことはできない。あいつが見失った時しかチャンスがないんでね。あ、危ない危ない。もうかい。これダメだな、これ。全然、これ全然ダメだぞ。ちょっとアンチ壊すの早すぎませんか。お、探してる探してる。下手くそ。バカ下手くそ。バカ下手くそ。当たらないにも程がないか。当たった。4発外したぞ。で、今ので分かる通り、奴の弱点は、露出した目です。でね、あれはね、この見失って探してる時しか出してくれないんですよ。柱とかも使っていこう。来た。バレた。もううまくいかねえ。あまりにもうまくいかねえ。おもむろに速攻。ああ壊しちゃったよ柱。今柱壊されないためにバレたら出てったのにさ。いいよ、このダメージで済むなら安いもんだ。まあ早くね、来んの早えよ。もうちょっと空気を読んでくれ。もうおっさんさ、体力ないんだからさ。ちょっともったいないつけ方した。やべえよ、もう目玉出してくんねえよ。なんつーリーチやねん。これもうダメですね、多分。ちょ、どういうことだよ。完全にずっと追従してきてんじゃねえか。よし、来た。そうか、電撃ボルトはこういう時に使うんだな。あー、これダメっぽいな。あ、ダメだ。思いっきりバレとるかな。ちょ、車は潰さないで。まだ使うから。バカ。柱壊しなかった、もったいねえな。全然電撃ボルト実は効果ねえんじゃねえか。ちょっと通してくれよ。あ、効果ある、あるけど微妙。いや、こんな使えねえものはさっさと使い込んでしまう。弱点以外じゃなく、弱点以外にもこういう一般的なダメージも与えていこう。
凍らしてみたりとか。いいね。そっか。ダッシュだ。ダッシュの強化が中途半端だからこんなことなってんだ。マックスまでダッシュ使えれば、逃げ伸びられるんですよ。来た。第二形態。第二形態になったらもう隠れる必要はありません。ここがね、もう思いっきりここが弱点なんで。待ってくれ。うわあ、マジか。来たー、いいね。ライフル全部使ったけど。マジかよ、避けらんねえのかあれ。マジか。おい、いいね。第二形態までいけるようになったな。なんだその攻撃。おい、え、が、え、嘘。なんなんだよあの攻撃。回避不可能なのか。そんなことがあるのかゲーム的に。よし。倒した。よかったー。いけましたね。実績。The first not the last っていうのを解除しました。いやー。超ご利用しでしたよ。お、あそこにエレベーターが来ましたよ。いや、ほんとねー。この、本当はこんなご利用しじゃないんですよ。このね、車の下とかに隠れて、こう隠れて、相手が見失ったら、またね、背中から目を出してきて、こう、サーチ状態に入るんで、そしたらその目をスナイプするっていうのが、その、本来の倒し方なんですけど、この俺がスタミナをね、伸ばせてないのが原因で、
その、一回見つかった後に逃げ切れないんですよ。その逃げ切れないせいで、もうずっとその見つかり状態を永遠と繰り返さなくちゃいけないので、結果的にご了承になりましたね。で、この部屋ね、隠れてると壊されちゃうんですけど、もう一切隠れてないんで、部屋も壊されずに済みましたね。確かあいつの名前はアルマガムとかいう、そんな変な感じの名前でしたね。アルマガムアルファだったっけな。なんかね、いっぱいあるんですよ。なんか種類が。よし、アイテム回収が終わりました。それじゃあエレベーターに乗ります。まあ、ホラー映画でエレベーターといえばって感じですけどね。チャプター 10? 終わりー。よし。ほっと胸を撫で下ろす勢いですね。撫で下ろす勢いってちょっとわかんないけど。撫で下ろしてます。なんか色違くね。もっと赤くなかったか。お、浮いてる浮いてる。何？タワーオブテラーか。愚か者め。なぜ私の忠告を聞かなかった。だが本当に愚かだったのは、金に目がくらんだ私だ。呪いの偶像だと。ふん。バカバカしい。どういう状況だよ。てか、どこを通ってるエレベーターだったのかって感じですよね、これ。どうやったら途中で空が見えんだよっていうね。お、外だ。なあ、急になんかこう、ああ、現代に生きてるなっていう感じがしますよね。まあ、ボロボロだけど。これあれかな？あの、病院から出るときに、地殻変動が起きたじゃないですか。多分、あれの、精神病院だけ無事だと。あ、その灯台が精神病院です。お、メリーゴンだ。もうメリーゴーランドかな。そしてこの曲。あの、前のパートでできた、ルビックの研究所というか、実験場の、動くカミソリの回転するところの曲ですね。ホテル入り口。うわ、沈んでた。よくわからなかったけど。うわ、盛り上がってる。下がるはなんとなくわかるけど、上がるってどういう状況なんだよ。これローラじゃね？ラウラじゃね？反対もあるか。これラウラっぽくね？ブラックヘア、なんだろう、クルスかな？知らない単語は読めません。わあ、びっくりした。ああ、園児たちの思い出が詰まったスクールバスが壊れていったよ。次のチェックポイントで終わろうかな。もうね、ちょっと時間が読めない。カットしすぎなんで。まだ短いかもね。長いかもしれないし。ここで新武器の予感。あれ？違ったっけ？違ったようですね。新武器まだでした。あれ？これじゃね？これだー。マグナムです。皆さん、マグナムですよ。俺はね、リボルバー銃が結構好きでね。まあ、実際お前ちょっと戦ってこいって言われたら、さすがにオートマティックにしてくれって言うんですけど。まあ、趣味でね、
趣味の面ではもう完全にリボルバー派ですね。やっぱリボルバーかっこいいよね。構造がシンプルってところがね、すごく好感が持てる。敵の声がしてますね。あ、あそこにいるじゃん。どこ行くんだい？ああ。あいつ死んだな、多分。待って、上の階が落ちてきてる。あれ、違うな。どうなったんだ、これ。何が起きたかわかんない。移動したのか。横にスライディングしたのか。おお！迫ってくる壁。怖いね。どうします？突然皆さん、こうやって通路狭くなったら。ああ！やばい。潰れる。間に合ったー。ぐーん。はい、戻れなくなりました。そしてチェックポイントです。今回はここまでです。ありがとうございました。次も見てくださいね。